はい、はい、おはようございます。おはようございます、本日は、ここはですね、国道26号線ですね、大阪の、泉佐野あたりかな、臨空とか関空、関西国際空港近くですね、国道26号を、和歌山の方へ行きたいと思います。おはようございます。朝の5時ですね。今日も3時半に起きて4時頃に出ております。和歌山がね、微妙な位置でね、昨日の夜に行っとくか、まあ、朝に行っとくか朝に行くかっていうところで、夜やと早すぎてね、ちょっと時間も余すんで朝に出ようと思ったけど、早かったな。朝は早かった。やっぱちょっと車をなってきたな。さっきは大阪外環状線っていう国道170号線を走っとったんやけど、全然車走ってなかったんやけど、この辺になると大なってきたね、やっぱり。まあ時間も5時になったし寒いな今日。今は、今日6度まで上がってんな。さっき2度とかもあったよね、2度とか3度で。国道26号をまあずっとまっすぐ行って、途中でもう言うてる間にね、泉南市あたりから、バイパスになるんで、泉南市、阪南市、三崎町って大阪の一番端の方まで行って、そこから和歌山入って、和歌山その辺ぐらいから多分ね、国道42号とかにまた変わると思うんですよね。まあ、その辺りを行きたいと思います。空港口っていう交差点になってる。ここ寒いな、微妙な。暖房をちょっと入れすぎると暑くなるし、少なかったら汚いな窓。あの光当たるとあかんな、あれ。光が反射すると窓の汚さが目立つね。ワイパー使ったところで救急車来たの。どっからか、あ、前からか。一回ワイパー使った。ちょっとマシになったか、ちょっとマシになったかな。
車とかにね、お声を取るとね、車が多いから車ばっかり映っちゃうから。今まだ泉佐野市あたりかな、多分ね、多分泉佐野市あたりですね、これはね。けど夜結構9時前ぐらいには布団入ってんけど、なんか寝れてたんか寝れてないんかようわからん感じで、なんか早起きやなあかんと思って、なんかあんま寝られんかったんかな。4つぐらいありそうですね。26号線何分ぐらいやろ、30分ぐらいかな、国道26ね。年末年始の休みで動画追いつくかな思うんだけど、全然追いつかんね全然追いつかんすね。やっと12月に入ったぐらいかな、今多分上がってる動画が。まあピンポイントっていうか、初詣とかはまあその場ですぐ上げましたけど、2月とかでね、初詣とか上げてもね、今1点書いてなのか、あ、今泉佐野市やね。さっき何市やったんや、さっき何市やったんや、熊取町かな、さっき熊取町やったかもしれない、仙南郡熊取町っていうところやったかもしれない。もう信号なんかめっちゃ引っかかんな、信号の間隔短いしめっちゃ引っかかんね。ちょっと荷物が重くてなかなか止まりにくいからスピードも出されへんねんけど、結構制限速度以下で走ってる感じなんで、年始になってからやっと散髪行ってね、半年ぶりぐらいに。まあ半年以上経っとったからな、7ヶ月ぐらいかな。なかなか散髪ね、行きたいのは行きたいねんけど、だいぶ長なっとったから、行きたいのは行きたいねんけど、ちょっとやっぱめんどくさいよね、散髪行くってなると、医大行くってなると。もう多分もうちょいしたらバイパスになるんちゃうかな、感覚が空いてきたなぁ、ね、ちょっと信号の感覚が空いてきたね。後ろから車めっちゃ来るわ。お、仙南市に入りましたね。仙南市、お
崎町っていうね、三崎公園っていうあの遊園地みたいなのがあって、遊園地なんか何だっけな、動物園なんか水族館なんかようわからんけど行ったことはないねんけど、南海電鉄が多分やってた三崎公園っていうねテーマパークがあって、惜しまれつつも何年か前にね、あの廃園になりましたけど、三崎公園、この辺南海電車が走ってるのかな、 JR と南海電車かな、南海だけかな、ちょっとあんまちょっと詳しいことよくわかんない。左の方に行くと和歌山だよね、もう仙南、あ、違う和歌山、ちょっとやっぱ車多くなってきたな、5時回ってきたら。皆さん仕事なんかな、食べてる動画ばっかりやったけどね食べてる動画ぜひね突っ込んでもらいたいですね。初詣じゃなくて初食いやないかって言ってホテルがあるな、ラブホかな、なんかラブホテルもね、あのビジネスホテル代わりでね一人で泊まれるみたいね、今先に信号があんま見えへんな、そろそろバイパスか、まあ、何回同じこと言うねんって感じやけど、26号線も凍結の恐れあるんや、冬用タイヤ、まあどの道も凍結の恐れあるか、もうラムーや、ラムーがある、最近はラムーじゃなくて、あ、ここのラムー開いてないかな、24時間ちゃうんや、ここ7時から24時やって、あ、しかもなんかいっぱい合体してんな、ボーリング、ゲームセンター、カラオケ、ネットカフェ、ビリヤード、ダーツとか、信号引っかかるな、普通に信号めっちゃあるよ。じゃなくてトライアルでジュースとかカップラーメンとかパンを買いだめして1週間分で持ってきてって感じかな。どっちも似たような感じなんですけどね、家からやとねどっちも似たような距離のところにあるんで、まあどっち行ってもって感じやけど、
毎回やっぱねコンビニとかで買ってるとねかなりお金がかかってくるんで、ね、昔はなんか海ビーチただのビーチだけやってんけど今なんか遊ぶところが結構できてるみたいで昔はねなんか海とかに行ったんやけど遊ぶなんかキャンプとかキャンピングとかなんかねなんかできてるんですよ多分知らんけど。およそ300メートル先、右車線を使用して国道26号を進んで和歌山の標識に従います。一車線になるんかな。一車線になるな、これあっからバイパスやな。一車線になるな。右行かなあかんな、これ後ろから車来ひんかったら信号渡ったら右に入っちゃうけど、ブースもうなんか高速みたいなバイパスになってるからね。前にあの国道485線っていうね、あの年に数回しか開かないっていうラーメン屋さんがあるね、道のところの動画があったと思う。およそ200メートル先、右車線を使用して国道26号を進んで和歌山の標識に従います。でも和歌山行けんねんけど、だいたいそこで行くんやけどね、和歌山の右車線を使用して国道26号を進みます。あれを渡った後にね、結構何回か曲がったりとか、そのまま21キロ進みます。485線自体が結構ね山なんかトンネルが多かったから、ちょっと朝早かったから、まあ凍結っていうかね、ちょっとそれがあれやったから、ちょっと回ってこっちから海沿いの方からね回っていこうかなって。ちょっと時間とね距離はかかるけど、今氾濫市に入りましたね。大阪の氾濫市、こういうね道が結構ゆっくり走るから後ろから車ね来られるとめっちゃ嫌なんですよ。高速じゃないんですよ、これバイパスやねんけど、国道26号の氾濫バイパスかな、分からんけど、ちょっと適当に言ったけど、だから485線から行っても、あの京奈和道っていうね、そっちは高速道路やねんけど、京奈和道は今はまだ無料やから、完成してないから、まあそこもあんねんけど、まあどっちかね、
やとね斜めに行く感じやから、まあ当然距離と時間は短いんで、標識でよく何々市とかまで、ね。
ところはもうちょっと手前にあるもんね。ここトンネルあるな。山から行ってもよかったかな。結局トンネルあるよ、こっちも。こっちも結局山の中。もう右か海やねんけど。まあ今見えてないけど。まあ多分海は見えへんと思うね。42号線は帰りに通るかな。岸名通るかな。お、三崎町。南で降りるんかな。だから多分そこでみんなで、その
泉佐野南から先が阪和道と関空連絡橋になってて、その先が料金が阪神高速が終わるから、まあ、そこで降りる人が多いよね。でまあそのアウトレットとかなんかその辺行く人も多いかったんかね。泉佐野南がめっちゃ渋滞しとって、あホテルあるね、民家渋滞しとって、で左側がね、まあ左が降り口やから、でそのままあの関空の方とか、阪和道の方に行く人は、まあ、右車でピャーって行くやけど、まあ、左行っとって渋滞が見えてきたからハザードつけて、まあ、ブレーキ見ながら減速しとったんやけど、で後ろもハザードつけてまあ、ついてきとって減速しとってんけど、でその後ろの車が全くその時は見てなかったんやけど、後ろのミラーとかは全然見てなかったんやけど、自分の車の横で右車線でバーンって音鳴って、ほんで後ろの車が多分急にちょっと確認せんと右車線に入ったんか、まあ横にもう車来てんのが真横すぎてミラーで見えへん、ミラーで見たら映ってなかったから横に行ったんか右に行ったんか知らんけど、真横で当たってね、車同士だからほんま横に右車線の後ろから来た車の横に、なんか後ろの車の右の前が当たってって、目の前でほぼ目の前やね。でも横すぎてドライブレコーダーにも映ってなかったね、見たら。てかドライブレコーダーが1時間ぐらいしか保存されてなくて、1時間で更新されんねんな。前と後ろついてるから16ギガやったかな、マイクロ SD が。1時間1時間ずつしか前と後ろ取れてなくて、だから多分2時間ぐらい前しか取られん。だからマイクロ SD もちょっと大きいやつに買い替えてんけど、でもあれは衝撃のやつとか残るんやんな確か。ちゃうかった、肝心なやつ消えてる可能性あるもんな。あれ自動的になんか設定とかせんでも残るんかな。ちょその辺ね、ドライブレコーダーのちょっとよく分かってないんだけど、ちょっとバイパスやなこれ。山の中やな普通に。明るかったらまだちょっとね景色が良かったかもしれないけど、山の中やけど、晴れとったらねいい景色やったかもしれないけど、この先合流逆走禁止って書いてあるけど、あれさニュースで名神高速道路逆走してる車のやつあったよね、片側2車線高速道路、名神高速やから片側2車線でさ、右車線でさ普通に飛ばしてる、恐る恐るじゃなくて飛ばしてる車来てたらめっちゃ怖ないの、あんなペッて避けれたよね。勘違いして片側1車線の道と勘違いして、ね、右側を反対向きに走ってたんか、まあ分かってたあれやったんかしらけど、でもおかしいなって気づくよね。だって反対正面からこっち向かってくる車がめっちゃ来んねんから、で
中央分離帯の向こう見たら自分と同じ方向の車がおんねんからね、わかるよ。ああいう場合どうしたらいいのかな、どうしたらいいっていうか、もう何も分かってなかったから、左とかに着いた時にね、左側に反対向きやけど左側に寄って、とりあえずか、なんか折り口、ああでも折り口もあれか、看板が出てきてんのか、ちょっとなんか和歌山の夜景っぽいのが見えてきた。もう多分和歌山市とかなんかな、三崎町の横和歌山市なんかな。あ、肩やん、肩、肩にもね海水浴場があって、なんか行ったことあるんですよ。結構26号線長かったな、まあ、でも40分ぐらい経ってもんね今、まあ、この辺まで見てる人おらんと思うけど、おるかな今の熱弁。和歌山市街ね、26号線どっかで42号線が出てくると思うねんけどな。どっかで42号が出てくるとは思うんやけど、そのままね撮ってもいいんやけど、だいぶ長なっちゃうもんな動画。高速道路みたいになってるやん、ここ車線なんかな、こっちの左とか、もうなんか2車線っぽいな、これ高速道路ちゃうやん、ちゃうやん、何もなかった、喋ってて看板とか気づいてないかもしれない。およそ500メートル先、北新橋西詰を直進して築地通りに入ります。バカ裏の表示、まっすぐ行ったら42やな。あ、これ右行ったら24か。はい、ってことで、もう26号線が終わりっぽいな。あー、これ左と右が24号線になってるんか、国道24で、まっすぐ行ったら42やね。ってことでですね、もう和歌山、JR 和歌山みたいなんで、国道26号線がね、もうこの辺でなんか終わってるっぽいんで、もう海南やね、阪和道の海南って書いてあるな、右行ったら。で、北新橋西詰を直進して築地通りに入ります。バカ裏の表示。はい、ってことでですね、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。